これからの人生どのように生きていくかは、まだ未知の世界なんですけれども、フィギュアで今まで頑張ってきたみたいに、これからの人生も何かに向かって一生懸命、頑張って素敵な大人になっていけたらいいなというふうに思っています。すごくいい競技生活だったかな、その苦しいこととかも含めていい競技生活だったなと思います。Thank you.
もう何度も何度も逃げ出したくなって、やめたいなと思った時もあったんですけど、けどやっぱり自分がスケート好きだっていう気持ちを奮い立たせて、いろんな人に支えられながらここまで続けてこれたので、とても幸せなスケート人生でした。全日本レベルの素晴らしい選手がたくさんいらっしゃったので、私のような選手も一緒にの舞台に立たせていただけたことがとてもありがたくて幸せでした。長い間ありがとうございました。フィギュアスケート界からは一旦大きく距離を取ることになるんですけれども、後輩たちの演技は応援してますし、これからもスケートを見てくださったら幸いです。両親、コーチ、スケートの仲間だったり、本当にいろんな人に支えられて最後まで続けることができたのは本当に良かったなと思います。こんな素敵なイベントに招待していただいて嬉しく思います。いろいろな感情とともに成長できた17年間でした。Thank you.